こんにちは、アスカです。今回なんですけど、コーディ212突撃大隊のガーシップを作っていきたいなと思います。発売するかどうかっていうのは、ちょっと僕の情報筋ではまだわかりませんけども、スキスターさんの情報っていうのが、まあ、あまり間違ったことがないっていうことなので、まあ、多分発売されるんじゃないんですかね。それでは、組み立てていきます。真ん中の土台になります。ピッカーブリックで椅子があったので、今回スタンディングではなくてダウンスタイルで作っていきます。後ろのハッチ、ガンシップの正面の部分になります。キャノンになります。このキャノンが超激レアでして、入手コスト普通に、このワンセットで3000円ぐらいします。日本で集めるっていうことがね、まあ僕にはできなかったっていうことなんですけど、もし ATTE が発売されたら、そんな話も変わってきますよね。確か ATTE だと、今回の ATTE はわかりませんけど、過去の ATTE だと、キャノン何個ついてたんでしょうか？もう6個ぐらいついてましたよね、ワンセットで。だからこちらガンシップ史上圧倒的激レアパーツであったんですけど、まあATTE が発売されたらそれも解消されて、ガンシップがね、かなり作りやすくはなりますよね。楽しみだな、発売するのかな。翼部分ですね。ミサイルランチャーもつけてきました。サイドの側、コックピット部分になりますね。完成しました。それでは早速レビューさせていただきます。こちら2013年のガンシップをモデルにして作ったわけではないので、2013年のガンシップより一回り小さいって感じですね。それでは見ていきます。コックピットと砲手が乗る席になりますね。キャノピーがあります。でこちらなんですが、プリントパーツがなかったっていうことなので、プリントパーツは貼ってないんですけど、一応メーターありますよ的みたいな雰囲気は出してますね。そして212突撃大隊のミニヒゴね、一つも持ってないっていうことなので、今回332中隊で、はい、ご説明させていきます。まあ、カラーリングが同じなので合いますよね。そして今回のガンシップ、はい、こちら、映画仕様にしました。だからミニヒグこうやって乗せることができます。そしてこちら残念ながら開くんですけど、中結構狭いっていうことなので、まあ、何も置けないのかなっていうところがありますね。そして真正面、はい、どうでしょうか。はい、めちゃかっこいい。いい感じですね。隙間もなるべく頑張って埋めてきました。そして翼部分に行きましょう。はい、こちら。球体砲座、上と下、両方にキャノンをつけてます。再現度はなかなかいいんじゃないでしょうか。レゴ車と同じ仕様でミニヒグをしっかり座らせれるようにしてます。実際に乗せてみました。そして翼部分のデザインもかなりいい感じじゃないのかなと思います。しっかりラインも出ていて、フルフラットでかなり見栄えはいいのかなというところがありますね。あとキャノン部分、こちらも212突撃大隊をイメージしたカラーリングになってますね。そして真上に行きます。真上に行くと、はい、キャノンがありました。キャノンが飛び出てるっていうコメントをいただいたので、しっかりこちら修正してきて中に埋め込ませてみました。はい、真後ろ、ハッチも開きます。できるだけ隙間を頑張って埋めてきました。キャノンもしっかりとね、下を向くようになってますね。続いてサイドハッチ見ていきます。いつもスタンディングのサイドハッチだったっていうことなので、はい、今回はスタンディングにしました。こちら実はピッカーブリックで椅子があったっていうことなので、なんか使わないとね、もったいないような気がしたので、まあ、今回はちょっといつもと違う雰囲気になってますね。一応3体乗せれるようになってます。はい、こちら側に3体と、はい、こちら側にも3体乗せれます。6体ですね。映画のガンシップと比べると、ちょっとミニヒグを置ける数は少ないので、まあどうかな、やっぱり映画のガンシップが最強なのかなと思います。ちょっと自分の作品がね、劣ってるっていうことなので、ちょっとかなり残念なんですけど、やっぱりね、ちょっと小さいので、ミニヒグ、まあ置けるとしても、まあこのような感じですね。ただメリットがあって、やっぱ小さいっていうことなので、置き場所に困りにくいし、まあ小さいっつってもそこまでめちゃめちゃ小さいわけではないですね。まあ人によっては、まあこれが適正サイズって思うのかもしれません。そしてもちろんハッチもしっかり閉まりますね。かなりいい感じかなと思います。以上、今回は212突撃大隊のリパブリックアタックガンシップのご紹介でした。
ご視聴いただきありがとうございます。